さあ、この混成競技に関しては上位4名までが関東大会出場というところで、この 800m の得点次第では逆転劇も起きます。さあ、その選手を2レーンより紹介してまいります。2レーン、小野きらりさん、君津高校。3レーン、斉藤あかりさん、日立船橋。4レーン、小野島ひなさん、東海大雄です。5レーン、藤木夏樹さん、西武大千葉。6レーン、上古光さん、日立船橋。7レーン、小林千里さん、河野大。8レーン、畑中空さん、日立船橋。7名によりまして、女子七種競技 800m 第3組スタートです。本山、正面スタート前にご注目ください。女子 5000m 競歩の表彰です。